Thanks for watching. This is Satoshi. では今回は英語の曲の解説ではないんですが、タイトルにもあるように、セカワの深津さんから僕の解説動画にコメントをいただいた件に関して、思ったことを感じたことを少しお伝えしていきたいと思います。ご存じない方もいるかもしれませんが、先日アップしたアンタイヒーローの解説動画に、深瀬さんがツイッター上でなんか面白いというふうにコメントされたんですね。で、そこからファンの方がリンクから飛んできて、動画のアクセスが一気に増えました。で、 YouTube の動画というのは、その有名な方の動画の再生回数が301回で止まっているのを見たことあるかもしれませんが、急にアクセスが増えると、その再生回数ってカウントしないんですよね。ただ高評価、グッドの数っていうのは増えてくるので、その動画の場合も再生回数はあんま変わんなかったんですけども、その高評価が一気に増えて、何が起こってるんだろうと思って調べたら、深津さんがツイートされてたんですけれども、で、この件に関して僕が思ったのは、当然本人に届くとは思ってなかったので、すごく驚いたのと、あとは作詞をした方に面白いというふうに思ってもらえたのはすごく嬉しいです。ただそれ以上に感じたのが、ちょっと意外かもしれませんが、ほっとしたんですよね。なぜかというと、僕が普段和訳をするときに一番考えていることが、英語の意味、英文の意味と、あと音楽的な解釈。僕自身もずっと音楽をやっていて、これまでたくさん作詞をしてきたので、そういう観点からも考えて、きっとこれはこういう意味だろうな、こういうふうなメッセージが込められているんだろうな、というところまで考えるようにしているんですが、そこにはある程度の予想とか想像もあるんですよね。これは日本語の歌詞でも一緒だと思うんですが、同じ言葉でも人によって捉え方が変わったりします。なので、今回の場合も、もしかしたら深津さんに、この曲はそんな意味じゃないみたいな、ツイートされてたとしたら、すごい影響力ある人なんで、多分低評価ならし大炎上してたと思うんですね。そもそも気に入らなかったらコメントしないかもしれないんですけれども、そういうことは当然今後もあり得るなと。実際僕の動画にも、この曲はそういう意味じゃないみたいなコメントされる方もいるので、当然そういうことは、和訳をしている中であると思ってしております。で、これを一つの機会として、僕自身の再確認と、見ていただいている方に、ぜひ知ってもらって、なので、これを一つのいい機会として、僕自身への確認と、あと見ていただいている方にお伝えしたいのが、このチャンネルでは、英語の意味と、あと音楽的な解釈で和訳をしていきますが、それが必ずしも 100% 正しいとは限りません。なので、こういう風に見ていただけるといいかなと僕が思うのは、皆さん自身も英語の勉強をしながら、ここの歌詞はこういう意味なんじゃないかな、ここはこういう捉え方ができるんじゃないかなということを、一緒にぜひ考えてみてください。このチャンネルでは、音楽を楽しみながら英語が学べるような動画をこれからもアップしていきますので、もしチャンネル登録していなかったら、ぜひチャンネル登録もしていただいて、そのような捉え方で見ていただけると嬉しいです。さらに曲の解説動画だけではなく、学校の授業や受験、トイックのようなテストのために英語基礎から学びたい方には、9時間の動画付きオリジナルテキストブックも発売中です。無料のトライアル版もございますので、興味がございましたら、ぜひこちらも概要欄からチェックしてみてください。では今回は、深津さんからコメントをいただいた件に関して、感じたことをお伝えした動画になります。Alright, thank you for watching. This is Mark Rossabell Channel. Macro Stereo.